8月31日、9月1日に、ケアン2024ツアーザ・ライトイヤー・イン・ソウルを開催したビッグバンのソル。そこで G ドラゴンが約7年ぶりに歌唱を披露しています。受胎後初の歌唱は、新ユーツのステージです。その理由は、4部は今日のコンサートを見に来るというので、控室に案内して、そんな態度を取らずにステージに出ておいでと言ったそうです。本当にジオンはよく見に来てはいますけど、ステージにはなかなか上がらないんですよね。4部、よくやってくれました。コンサートを見ていたセブチのメンバーもテンション上げ上げです。テソンもゲストで来ており、3人でビッグバンの楽曲 We Like To Party も披露しています。ほんと動きとか変わらないんですけど、声はなんか低くなったように感じました。ビッグバン揃って歌うまで本当長かったですね。でもビッグバンのファンは待つことには慣れてますよね。またジオンは12月に僕のアルバムが出るから覚えておいてくださいとコメントしたとのことです。ポソクスンもゲスト出演しており、ヨンベとソノゴンでコラボしています。ジオンの見守るこの表情、優しい顔です。公演終了後、ドギムはインスタで、公演とても楽しくて幸せでした。私たちを舞台に招待していただき、もう一度ありがとうございます。今日の舞台を見ながら、もう一度昔歌手の夢を育てていった私たちを久しぶりに向き合った気がします。先輩たちを見ながら頑張っていこうと誓った私たちだったのに、とても不思議です。夢みたいです。これからもずっと私ができる位置で、多くの方々にいい歌と舞台で幸せなエネルギーを届ける歌手として、もっと成長してみますと綴りました。4部もインスタを更新、3人の写真を公開しています。みんな少年みたいな笑顔で可愛いですね。本当豪華なライブでした。歴史的な日です。今年は本当にジオン動きそうですね。